母を亡くして、この世はなんて暗いんだろうと思っていたわ。あなたが私の目の前を照らしてくれるまでは。サラーノ。懐かしいわね。あの頃のあなたは、普段はおとなしいくせに、理不尽な暴力にだけは毅然と立ち向かっていったのよね。私の時もそうだった。あの頃のシャルは丸くて可愛かったのよね。可愛くないわよ。今でも最悪の思い出だわ。でも私は可愛いと思っていたわ。そういえばあなたは、あの時から男顔負けの強さだったわね。そうそう。特にくせにと言われると邪神のように暴れて。ちょっと、せめて暴れ馬程度にしてよ。でも、それを言うなら私こそお礼を言わなければいけないわ。当時の私は母様を奪われてすっかり心を閉ざしていた。でも二人と仲良くなったことで私は他者と触れ合うことの大切さを思い出せたのよ。だからありがとう。いつも一緒にいてくれて感謝してる。当然よ。私たちにとってあなたは光だもの。ええ、あの満月よりも綺麗な光。もう本当に大げさなんだから。こんな夜更けに誰かしら。あなたを狙うあの野蛮人かもしれないわね。危ないから私が出るわ。あの男ならもっと乱暴に叩きそうなものだけど。それなら私が行くわ。一番好みじゃない女が出た方が。なら私が。いいえ、私が。どうせ鍵なんてないんだから答えた方が早いわ。誰？ちょ、危ないわ。こんな夜更けに来るなんて、もし男だったら。
どうしたの？何かあったの？出て行くってどこに？アランさんってこの屋敷の守衛をしているアランさん？ちょっと待って、でも、ハル…嘘でしょ？だってあなた、最初はあんなに嫌がってたじゃない！さんを好きになったの？おめでとう。許すも何も、私には誰かの意思を拘束する権利なんてないわ。今のあなたにとってそれが最も幸せになる方法なのだとしたら、そうすればいいと思う。正気なの？この屋敷から出るってことは、そいつの嫁になるって意味なのよ。ハルはそれを分かっているのよね。よく考えて出した結論なんでしょ。なら私は止めないわ。男に心を許すなんて気が触れたとしか思えないわ。シャル、なんてことを言うの。だって本当のことじゃない。あいつらは私たちをさらったのよ。どうしてそんな野蛮で横暴な行為が許せるの？敵に足を開くなんて。シャル！その先を言うのは私が許せないわ。私が行くわ。あなたはシャルを。
シャル、あなたらしくないわ。らしい。シャルはあんなひどいことを言う人じゃ。ひどいのはあなたじゃない。え？そうよ、最近のあなたと来たらナスラの男に対する警戒心をなくしているじゃない。なくしていないわ。なくしてるわよ。シャル。だからあんな認めるようなことを言うんだわ。毒されてしまったんだわ。なのよ、早くしないとあなたまで。謝るわ。ごめんなさい。私はいいのよ。後でハルに謝って。そうね、彼女はおかしくない。大切なものを守るためには時には必要よね。してあなたは留守の王妃になる。それがあなたのあるべき姿。そう思って耐えた。なのにあんな野蛮人にあなたが押し倒されて、私がどんな気持ちだったかわかる？あなたは私の光、私の大切な宝物。そのあなたがナスラの猿どもに汚されるくらいなら。何を言っているの、シャル。私は誰のものにもならないわ。そうね、ならないで。あなたは誰のものにもならないで。出かけて行ったわ。昼頃には戻ると言っていたから、きっともうすぐ帰ってくるんじゃないかしら。そう、
ちょっとサララ、あの男は誰？あら、あの人、以前シャルに振られた人だわ。いつの話？ここに来て1週間ほど経った頃かしら。そうなの？全然知らなかった。あなたは忙しく動き回っていたのだから仕方ないわ。でもどうしてそんな男とシャルが一緒に？金持ちは嫌いだときっぱり振っていたはずだけど、やっぱり金持ちなの？ええ、なんでもこの王都を設計した一族の御曹司らしいわ。王都を設計した一族の御曹司？どうしたの二人とも？あ、おかえり。ただいま。何も問題なかった？ええ、これでもちょっと頑固すぎたかなって反省してるのよ。話してみたらナスラにも結構いいやつがいると分かったの。それに敵をよく知るには直接話してみるのが一番だしね。悪い人間ではないのは確かね。それなら近づくのはシャルの判断に任せるけど、でもやっぱり二人で会うのは危険じゃない？平気よ。そういう男じゃないから心配しないで。
なんだかうるさいわね。シャル？私、カワヤを見てくるわ。じゃあ、私は食堂と厨房を、それでもいなかったらこの辺を探してみる。